話は55年前、私がグレーフェンベルク領の領主に就任した日に遡る。この晴天の日に領主としての任に就けることは至極光栄に、いや、今日は曇りだな。この美しい日に、違う、素晴らしき日に、いや、良き日にか、この良き日に領主の任に就けること。うわ、いたのかクロエ。これは恥ずかしいところを聞かせたな。だが俺はもう若様ではないぞ。今日からは正式に父上の名を継ぎ、グレーフェンベルク領の領主となるのだ。お前も俺の秘書官なら、らしく振る舞えよ。話をしているんだ。さあね、10年くらい前でしょうか。こっちは領主様が血のみどの時から知ってるんです。急にカッコつけられたら邪魔したくもなりますよ、なんてね。本当に領主様は大きくなられました。先代様もさぞ安心してこの地を去られたことでしょう。ああ、父上も母上も体が丈夫ではないからな。じゃあ飼いながら領主の任を引き受けたのも、一刻も早く隠居させて差し上げたいと思いがあったからだ。父上たちの住まうセントレアは皇帝様のおじ様と、防壁は高く千軍万馬の兵もいる。あの場所なら少しは幻獣の脅威を感じずに暮らせることだろう。幻獣、すまん、思い出させるつもりはなかったのだが。やだな、領主様。それこそ何年前の話してるんですか。肉親と故郷を失った私に、先代はよくしてくださいました。赤子の私を養子として引き取り、後から生まれた領主様もろともに育て、領主様の就任の暁には、こうして秘書官にお引き立てくださったんです。不満を言ったら罰が当たりますよ。それに幻獣は災害のようなものです。力のない私たちにできることはせいぜい逃げるか隠れるか、運悪く死ぬかぐらいでしょう。死ななかっただけ幸運じゃないですか、クロエ。待たせたな、みんな。この良き日に領主としての任に就けること、至極光栄に思う。古来その地位で民を率いた魔導士を祖とするこのグレーフェンベルク家は、多くの民の助けを得てここまで繁栄してきた。俺を育てたこの地を、支えてくれた民の全てを、俺は友のように愛しく思っている。約束しよう、今後一層の領地領民の繁栄あらんこと。グレーフェンベルク領に生きる者すべてに幸。なんだこの音は。
西の領地が火の海に。漁師様、おそらくあれは幻獣です。炎の幻獣が領地を焼きながら西へ進んでいるのです。なんだと、すぐ馬を出せ。どちらへ。決まっている、あの幻獣を撃つのだ。一刻も早く民を救うぞ。おやめください。グレーフェンベルク領の軍全てを率いたとて、あの幻獣には歯が立ちません。コートには急ぎ救援要請を送りました。応援が来るまで漁師様はどうか待機を。できるか。応援が来るまでに何日かかる。俺は領主だぞ。地が焼け、民が死ぬ様をただ見ていろというのか。引き分けてください領主様。今一人で来て何になるというんです。まで失ったら私は。うるさい、行かせろ。俺には見える、焼け落ちる街が、泣き叫び逃げ惑う民の姿が。こらえてください領主様。うるさい、うるさい、うるさい。離せと言っているのかわからんのか。はい領主様。領主様、我々はあなたを犬死にさせるわけにはいかぬのです。離せ、離してくれ。隣人は間もなく遥か遠方に消えた。領地の半分を火の海に変え、あまたの民を屍に変え、地獄に勝る光景を私の網膜に焼き付けた。その後で煉獄の幻獣グラディプス、私の領土を襲ったのは歩む地全てを焦土へ変える殺戮の決心であった。